そちらって今日カニ寿司をお作りいただいてるんでしたっけ？あ、そうですか。あのね、2つ予約ってできますか？はい。ね、2つお願いしたいんですけど、はい。はい。はい、まあ、名前須藤と申しまして、須藤と申します。はい。で、時間はね、浜風の1号で行くんですけど、あ、それで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、はい、2つですね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。あの、私の名前須藤じゃありませんけどね、前に私はラジオで紹介してもらった時に、あの、須藤という名前にね、あの、須藤鉄という名前を考えたんですけど、なんでかっていうと、あの、後でね、鉄道っていうのに似てるねって私の友達からもね、メッセージが来たんですけど、まあ、それはあまり関係なくて、須藤鉄のね、須とうとつを取るとね、スーツになるという理由で、それで、そういう名前を考えたんですね。まあいいや、ここは兵庫でございます。兵庫駅がね、ここ、分岐しておりますが、和田岬線。これはなんだっけ、あの、名前忘れちゃいましたけど、なんか新しい車両を製造するときにね、この先のところから、まあ、作って、公衆輸送をしていく路線だということで知られております。現在でもね、あちらの方に分岐していくんですが、今走ってるのは確か103系なのかな、103系ですけれども、もともと前に走っていたのがキハ30だかなんか、そんなぐらいのね、ずいぶん古いやつで、さらにその前だと旧型客車が使われていたそうです。平成2年までデイ10型のプッシュプルで、それでね、運転をされていた、そんな路線だそうでございます。だからね、JR になっても旧型客車は普通に使ってたんですね。で、車内には座席はろくになく、窓、ドアもね、そのまま普通に手動式ですから、開けたまま走るなんてこともどうもできたようです。あ、乗ってみたかったななんて思います。あ、これがあれかな、わらび作戦の103系でしょうか。103でしたね。舞子駅を通過しているところでございます。この松が見えているところから上をしょろっとね、こう向きますと、ただいま普通電車が止まってまして邪魔をしておりますけれども、明石海峡大橋が見えてくるところでございます。この橋は日本一、世界一大きな吊り橋ということで知られ、その長さが確か3981メートルか、そんなんだったとかと思いますけれども、これは単一の吊り橋で世界一長いというわけでございます。下りのこの列車からですね、ちょっと高いところに登りますので、確か列車線から見るといいんだったかな、高いところからね、見ることができますので、このように若干こうね、よく見える。これが下の電車線から見るということになりますと、あまりよくは見えないようです。このようにね、のんびり走っている普通列車を次々と追い抜いていく、知らないうちに追い抜いていきます。これがね、この辺りアーバンネットワークの楽しさです。特にね、まあ、新快速で追い抜くのもいいんですけれども、やはり追い抜くんだったらこのような特急車両でね、追い抜きたいところ、まあ、特にこのようなディーゼル特急で追い抜くというのは、これもとても良いのですが、しかしこの 1% 休憩少々静かすぎましてね、あまりディーゼル特急感がないというのも、またちょっとマニアとしては残念なところでございます。次は姫路に停まります。途中停車駅は大阪を出ますと、これが三宮、神戸、明石、そして次は姫路、この辺りの駅でお客さんを拾いながら、お客さんはね、今度万丹線、それを通り抜けて、まあ大体目的地はほとんど城崎温泉だそうです。まあ、他にも霞、カニの名物が有名な霞、それからまあ温泉地浜坂など、そういうところもあり、基本的にはこの浜風号は観光の列車だということでございます。当期にはカニカニ浜風という列車もね、また臨時列車として運転をされており、かつてなんとか銀礼、そしてなんとかシュプール、それに続いてカニカニなんとかと、 JR 西日本が当期に運転をする、もしくは国鉄が当期に運転をする列車の名前がね、このように移り変わってきたのも面白いところです。山陽本線のこの辺り乗っているだけでも大変景色がよろしいところでございます。向こうの辺りに見えておりますのは明石城、昨日の夜はね、ライトアップをされておりました。姫路に到着しました。当駅で5分6分の停車時間がございます。この駅で降りるという人は、まあ、新快速のね、あれは早いですから、まあ、新快速利用する人ばっかりなんでいませんけれど、この駅からもまだ随分とお客さんが乗ってきまして、自由席はもうほぼ満員状態でございます。
はたね、当駅からは進行方向が変わります。車内でもこういろいろね、皆さん苦労して前後との声を掛け合って、それで座席を回しているところでございますが、しかし、いや、うちは座席回さなくてもいいよみたいな人も中にはいるようで、なかなかね、それも難航しているようです。まあ、あと5分ありますから、なんか買い物をしてもよろしいんですけれど、そんなに買いたいものがあるわけでもないしね。姫路からはスイッチバック万丹線に入ります。播磨とそれから、まあ、田島といったところかな、あそこを結ぶその路線、これが万丹線です。基本的には、ね、地味な路線でして、もともと途中行くのまでの道、それが最終的には陰陽連絡路線となり、これがね、まあ、つまりこのような万丹線と言われるようになっているわけでございます。もともとこの辺りでは客車列車が多く走っていたようで、1992年にそれが引退しましたが、まあ、それまではね、この下の辺りで0051、0110、そういったものがね、こういろいろ動いていたそうでございます。大きな弧を描いて、ね、姫路駅の高架、これをずっと曲がってきたところ、もうそろそろ姫路城、姫路のお城、白鷺城が見えてくるようです。また受信の際にはあらかじめマナーモードを設定くださいますよう、これからのご協力をお願いいたします。これから先、列車の運転中は大きく揺れることがございます。お注意ください。列車はここで万丹線の生野峠を通過しているところですが、ここで万丹線についてのご案内をさせていただきます。万丹線は先ほど申し上げましたように、兵庫県の姫路からこれから和田山までを結ぶ、これは播磨とそれから田島、その間の陰陽連絡路線でございます。この辺りは昔から客車列車、まずそもそもはですね、関西でも最後の辺りまで残っていた蒸気機関車、そしてその後関西でもまた最後の辺りまで残っていた、今度は50系の客車列車、そして現在でも103系電車が運行されておりまして、途中の寺前までの運行ではありますけれども、おそらくこの103系電車もまた様々な事情からかなり JR 西日本の103系では最後の方まで残るだろうと言われているところ、さらに JR 西日本のキハ181系、全国でも最後の 1%1系、それをね、残すところでもあって、数多くのね、そういう鉄道マニアがマニアから押しかけるような路線でもありました。まあ、この万丹線の生野峠、ここは鉄道昇華の山陽本線のね、場面でも出てくるところですが、もともとはね、行くのは2時間ようなんて、姫路から行くのまでは2時間ほどかかっていたようです。で、現在でもね、このようにまあ様々ありますが、まあ、とりあえず峠越えをしながらでも、まあ、それほどの時間はかかっておりません。浜風号はまあ4、50分ぐらいだったかな。で、それでこの峠を越えていくようでございます。この万丹線は特別主要な幹線というわけでは、そこまでとりわけすごいわけではありません。お客さんは確かにね、浜風が本日も自由席満席レベルでお客さんたくさん乗ってますから、まあ需要はあるわけですが、しかしそれでも本日運転料数は3両と、それでお客さんはみんな座って乗り切れてしまうぐらいの量でございます。しかしね、普段はそこまでめちゃくちゃに重要な主要幹線というわけではない万丹線ですが、しかしこれが少々前、一昔ほど昔になりますけれども、大変重要な役割を発揮したことがありました。1995年に発生した阪神・淡路大震災で、東海道本線の六甲道周辺の高架橋が、まあ、著しく焼損、破損をするということになりましたので、これでもうこの辺りしばらく東海道本線は運行できなくなりました。でその際、東海道からですね、まあ、東海道方面への迂回ルートとして設定されたのは、地図急行線のホット7線型、さらに JR 西日本キハ 1%1系、これ、2種類の特急列車を使って、姫路方面へ迂回する、そんな臨時快速列車でございました。地図で簡単にお示しいたしますと、例えばここが大阪だといたしまして、ここが姫路といたしますと、大阪からこれをですね、まあ、福知山線で福知山まで行き、そして和田山から折り返して万丹線で姫路、つまり本来はこういくところをこのように大きく迂回するという、そのようなルートが取られていたわけでございます。さらにはそれだけではなく、この大阪、そして姫路、それをこのように迂回した後、九州方面まで行く寝台特急、暁、水星、那覇などもこのようにね、大幅な、まあ、おそらく3時間から4時間程度時間を追加して要していたと思われますが、このように迂回の運転をされていたということもございました。現在ね、まあ、寝台特急のサンライズがもし電化されていたとしても、その迂回運転をされるかといったらされないでしょうが、当時95年はまだまだ寝台特急の需要もはるかにあったようで、そのようなことになれば
格好頑張ってなんとか運転しようということに、ね、なっていたようでございます。このような峠道になりますと、普通特急列車というのはなかなか険しそうな音を立ててね、苦しそうに登っていくものですけれども、しかしこの特急浜風号、まあさすがにね、ポイント、それからまあポイントというかカーブの制限がありますので、その制限速度はもちろん守ってゆっくりと走るわけですが、それからエンジンの立てる音からしても苦しそうという印象は受けないものです。やはりね、かなり余裕の走りといった感じ。この浜風号は随分とスピードに、性能に余裕を持って、それで運転しているようでございます。気配一倍しですね、こう足元からギル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 と音を立ててまあ行ってましたので、逆にその当時は当時でね、面白かったんだろうななんて思うものでございます。右側通行になっているというのは理由があります。この生野駅は、ね、この先もまだまだ峠越えが連続するところ、まあ、ここでね、まあ、単線ですから、これが複線のこの駅で、ね、対比ということになりますと、これね、どちらかがポイントの制限を受けるということになります。そんな時にね、もしこれから登っていくという列車がポイントの制限を受けて速度を落とすということになりますと、また加速をする手間がかかりましてね、まあもしかしたらそのままスピードをね、もうそれ以上上げられることができないということになるかもしれない。そういうわけで、ここから峠を登っていく列車が、まあ、それがね、速度を落とさないように、そんなわけでね、こう線路は影響ない、まあその減速をする必要がない右側のこの線路をね、これからの下り列車が通るということになりました。峠を登るその列車が、まあ、すごいスピードを落とさないように、そのための仕組みとしてね、右側通行が採用されているようでございます。あ、でもね、今全列車が幾路に停車します。幾路駅を通過する列車は存在しません。まあ、つまりね、別に右側通行でも左側通行でも速度はゼロまで落ちるということなので、そちら意味ないじゃんということになるんですね。まあ、つまりそれだけ鉄道の車両の性能が上がったということでございまして、また幾路駅のあの駅の構造は、その SL 時代のそのまま名残を残すということになっているわけでございます。名残を残すって字に起こしたらおかしい言葉になっちゃいますね。城崎温泉を発車いたしました。鳩駅でもお客さんのほとんどが降りていったようで、車内を賑わしていた子供たちもね、みんな降りていって、随分と閑散とした車内になりました。これからね、まあ、随分ローカル色も強くなるのかなといった様子でございます。もともと当駅は城崎駅でございましたけれども、2004年とかだったかな、ちょっとよく覚えてませんが、ここがね、確か名前がまあ合併で、町の名前が変わるということで、その城崎温泉というところでなんか駅名につけようみたいな、あまり私も経緯をちゃんと覚えてないんですが、まあ、もろもろありまして、城崎駅が城崎温泉に変わったという経緯があります。駅はこうなってるね、柳なんかが生えていて、なかなかいいところだなと思うものです。もう車内清掃の人が乗り込んでくるんですね。まあ、確かあの伊予工場のところから JR 四国もね、車内清掃の人が乗ってきましたけど、まあとにかく、ね、こう川沿いの城崎温泉の景色でございました。ちょっと無駄にズームさせなければったかな。ちょうどね、珍しく、これはキア143っていうんですね。これが止まっておりました。初めて見たものです。ここからドアが閉まるのかな。ちょっと顔出して残念ながら顔出して撮ることはね、できませんでした。というか、喋りながらやったら車掌さんがすぐそこにいらっしゃいましたんでね、ちょっと迷惑をかけるところでしたけれど、まあ、これはまずいところでしたが、まあでもね、先ほどご覧に入れましたキア143というものが、まあ、ディーゼル機関車の代わりということでね、 JR 西日本が近頃導入している、まあ事業用のディーゼル車両ということになります。結構ね、便利であちこちで使われているらしい、なかなか面白い取り組みだなといつも思って見ているものです。
イナーはじめとか水風はじめといった、あ、そんなね看板を標識を見るということがあります。これどういう意味かというと、おそらくその区間でトワイライトエクスプレス、水風、山陰海岸、ジオライナーといった臨時列車が減速運転を実施する、そのためのね運転手さんへの目印というわけです。じゃあなんで減速運転するのかというと、それはつまり景色を楽しむためでございまして、つまりねその辺りは景色が良いというわけです。だからジオライナーとか水風とか書いてあったら、あそこでね大体海の方を見ればこの辺りは景色が良いというわけなんですね。もっとねこの辺りは景色が良いですよみたいなことをどこか書いといてくれるといいんですけど、そこまではしてくれないということでしょう。この先の長いトンネルを抜けますと、余部の橋梁に差し掛かります。進行方向右側には日本海が見渡せます。この先長いトンネルを抜けますと、余部の橋梁に差し掛かります。ちゃんと言ってくれるとは知りませんでしたが、これも大変良いサービス。ただいま鎧の駅を通過しまして、次が余部でございます。終点の浜坂に到着いたしました。浜風号の旅はここで終点となります。まあそれはそうかね。もともと夜と、それからまあ朝一番の浜風 2D2 号、それから夜の浜風5号 5D、 これにつきましては両方ともね、この浜坂よりも先、鳥取まで足を伸ばすということになっております。あ、ちなみにそうそう、あのずっと案内するの忘れてましたけれど、この浜風号という列車はね、列車番号 1D、2D、そういうものが含まれておりまして、 JR 西日本のまあ1列車、あ、それをね飾るものであります。あ、列車番号1っていうのはね、昔は寝台特急富士、寝台特急北斗星、あ、1番は桜か、あ、桜、あ、北斗星、まあそういったもので使われていたんですが、列車番号1の客車列車というものはなくなりまして、現在ありますのは JR 東海の 1A、1A 特急のぞみ、 1M 特急しらさぎ、そしてから JR 西日本 1D 特急、浜風、まあそういったね、いろいろありますけれど、まあ、そんなわけで、ね、列車番号1番ですから、 JR 西日本の1号、この列車浜風1号が看板列車だったというわけでございます。まあ看板列車があって多分違うと思うんですけどね。浜坂駅のホームはね、このように客車用のその高い、低いホームでございますから、現在でもね段差が大きくあって、またこのように空気バネもね、ホームのもう上のあたりに露出しておりまして、触ろうと思えばあの空気バネに触ることもできそうです。作用かどっかで、作用町の祭りをやってくる。あ、そうですか。